最近誰かにつきまとわれてるへえ、あんたの自意識過剰もついにそこまで来たか。マジだって言われてもね。へえ、後ろに誰かいる気がするんだ。え、家のものが勝手に動いてるって、あんたのお母さんじゃないのそれか幽霊でもいたんじゃないまあ、気をつけなさいね。 万が一ってこともあるし。あ、そうだ。私が一緒に帰ってあげようかそしたらなんかわかるかも。まあまあ、遠慮しなくてもいいってば。私みたいな美少女と帰れるんだよ。いやー、私が幼なじみでよかったね。ちょっと、私が恥ずかしいじゃない。反応ちょうだいよ。 よくそんな恥ずかしいこと言えるねとにかく放課後ね教室迎えに行くから帰っちゃダメだからねお待たせーそれじゃあ帰ろっかというかさその視線って学校からもう感じてるのへふだんは学校からというかずっと それ本当にストーカーじゃん。でも今のところは特に何もないよね。もしかして私のおかげあ、そうだ。家の方もおかしいんでしょついでに家にも入れてよ。カメラとか設置したらさ、何かわかるんじゃないうん、そうだよね。私んちに使ってないビデオカメラあるから貸してあげるよ。 まああんたの家はすぐ隣だしね。ああ、でもあんたビビリだから撮ったビデオ見れないでしょだから撮り終わったら渡してね私が見てあげるから <laughs> プライベートって今さら何言ってんのよあんたと私何年の付き合いだと思ってんの私なんてあんたよりあんたのことに詳しいわよそういうわけだから撮ったやつはちゃんと渡しなさいよ どう家まで着いたけど視線とか感じる、うん、やっぱりあんたの気のせいなんじゃないの分かってるわよ冗談よそれじゃ私はカメラ撮ってくるからあんたは先に自分の家にいててお邪魔しまーす相変わらず散らかってるわねえあんたんち そうねあんたに入れてもらうのは久しぶりだわ <laughs> さあ早く設置しましょううーんとここでいいかしらうんこれであんたの部屋全体がちゃんと見えるわねあ私明日から登下校をあんたと一緒にするから当たり前じゃない今日は何もなかったんでしょきっと私がいたからなのよね 明日からもストーカーは警戒して出てこないはずよそういうわけだから明日からよろしくねあお疲れー最近はどうああ帰りの視線とかはなくなったんだよかったじゃんえ家の方ああ毎日ちゃんと見てるけど特におかしいところは何もないのよね あんたのお母さんもあんたの部屋には入ってないしえこの間はペットボトルが消えてたのもしかして本当に幽霊の仕業なのかもしれないわね <laughs> 大丈夫よ幽霊は写ってなかったわもう少しビデオ撮ってたら何かわかるかもしれないしもう少しこのままでも大丈夫でしょ何か害があるわけじゃないしあそうだ 今度の土曜日一緒に出かけない久しぶりそうね中学生以来かしら私ね正直言うとあんたが私に相談してくれて嬉しかったんだほら私たち中学生になってからだんだん話さなくなったでしょそれなのにあんたは私に相談してくれたじゃない私あんたにまだ頼りにされてたんだなって 覚えてるあんたっていつも忘れ物してたでしょそれに宿題だって出さなかったし私ねあんたの世話焼くのそんなに嫌じゃなかったのうんむしろ嬉しかった私のこと必要なんだって私がいないとダメなんだなって <laughs> おかしいよねあ家着いたねそれじゃまた明日 どうしたの急に私の家なんかに来てああビデオねわざわざ持ってきてくれたんだあどうしたのそんな怖い顔してビデオに映ってる人えとうとう誰か分かったの見せて見せてん別におかしい人は映ってないよね映ってるってどこさ これうん私だよ <laughs> 別におかしくないよねうん飲み終わってたからいらないかなと思って持って帰ったよえいやいや別に普通でしょ気持ち悪いって私はあんたのためにやってたんだよあんたは適当だからほっといたらすぐに部屋散らかすでしょ ほら昔言ってたじゃない勝手に物を動かさないで欲しいってだからあんまり片付けもせずにゴミだけ持ち帰ってたのに私はあんたに必要とされたくてただそれだけだったのねえあんたなら分かってくれるでしょそうでも私と縁切るつもりでここに来たんならちょっと迂闊だったよね 私って一人暮らしだしさあんたのことここに閉じ込めることだってできるんだよそしたらあんたは私のこと必要としてくれるよね <laughs> 逃がすと思うへへ <laughs> 私と力比べで勝てると思ってるんだ <laughs> 運動部の私に帰宅部のゲームばっかりしてるあんたが勝てるわけないじゃないほら捕まえた これからあんたはずっと私の家に監禁するからあんたには私だけになるの <laughs> いいでしょあんたは私をいっぱい頼って必要としてくれるだけでいいのそれで私は幸せだから <laughs> これからもよろしくね